なくてはならないってことはないんよ、ほんまに。でも、めっちゃやりたい。めっちゃ滑りたくなる。パウダーやられないっすね。もう完全にその魅力に取りつかれてますね。僕は。一生続けていきたいものの一つ。結構宝物に近い。本当に。やめらんねえなこれ。ずっとやってたいな。まあ人生っていうか生活の一つになってるし、なんかスノーボードがないとなんか自分じゃないみたいな
そういう感じですね。こう当たり前に身近にあるものだし、雪のある国で育ってきたし、スノーボードは別にスノーボードやけどって感じやな。それが何っていう、何かに何か当てはめなあかんのやったら、あのフィールドでかさはすごいっすよね。山もでかいし、登った後はよっしゃってなるし、そういう気持ちも味わえるのと、そこでもし天気が良かったら景色バチッと見れて、わあすごい綺麗だねとかあるし、他の道具ではなんか味わえん感覚。俺にとってスノーボード、なんだろう、まあ、とりあえずワールドカップでいい成績残して、まあ、トゥイクをやりたいんですよ私は。ナチュラルでバッチシかっこいいのを撮ってもらいたいなと思ってて、僕は意味がないなと思って3年4年ぐらい前に辞めた。でも金銭契約してるし、何なのプロはって。他の人よりもかっこいいとこ見せたいとか、もう出てみたいな。でスノーボードちょっと上手くなってブイブイ言わせてなんて思った時もありますね。悔しかったし、なんでここで怪我したみたいな、自分になんかちょっと情けなさというか、なんか自分がなんか辛かったみたいな。やっぱちょっとチャレンジせなあかんやん。なんかそのチャレンジ精神をこういつも持ってるってことが、まあシーズンオフの話になるけど、シーズンオフでもやっぱそういう何かにトライしてるってことが、やっぱ冬スノーボード履いた時にも生きてくると思うしな。やっぱスノーボードの練習のためになんかこういろいろ考えてやってますね。夏場もそういう風に過ごしてる。なんだかんだやっぱスノーボードをイメージしちゃいますよね。スノーボードと関わったら横乗りに全て関わるだろうし、やりたくなったりするだろうし、いろんなことにも挑戦してみようっていう風に思えたんで、楽しんだもん勝ちですね。楽しんだもん勝ちかな。全力で。くれてるお客さんに言われたのが、遊びの達人がプロだっていうふうに言われたの。あ、それもそうだなと思った。今日もみんな、ただしもね、
遊び好きっしょ基本。何するにもとことん楽しむから、やっぱそういう人たちが上手くなるし活躍できる。すごい若くいられるかなって、かっこいい大人だなって思う。みんなそんな大人になりたい。バカだけど、うん、めっちゃ銃言ってたよ。引っ張ってるやつだけ。燃えてるやん。あ、もうね、燃えた瞬間あとビリビリビリって結構怖いんやね、これ。消える消える消える、絶対消える。燃えてくれんの、マジで。え、めっちゃ燃えてる。え、そうでしょ、ちょっと。熱いね。熱いね。小西。すごく行くかな。がっつり行ったらすごい燃えるよね。がっつり行ったら。これ余計なやつ。これいらんやつ燃えてるから。猫間が最高でした。それもみんなで滑れてすごい楽しかったし、みんなで滑ったのが結構印象的で、
ライディングスタイルがみんな違うし、年も違うし、環境も違うしっていう人たちがやっぱ滑ると、まあみんな違うのはもう当たり前だし、別にガスってだって面白かったし、その空間を一緒に過ごせたことが俺はすげえ楽しかったです。あの時もユキよかったよな。でみんなでワイワイ滑ろうぜってやつで、自信が、あの時は頭痛なって車で休んでたよな。でめっちゃ車が揺れて、いや絶対ヨッシー君が揺らしてるって勝手に思ってないけど、したら揺れたもんな実際。まあ焦ったよね。助かった人の奇跡がこっちでもね。なんで本当にちょっとしたことでみんな、本当ちょっとしたことで生きてる人と死んでる人が違う。じゃあなんかまさか自分がいるところの周りでこんなことなと思わなかったな。まだまだ解決はせんやろうけど、あっちにはいかんっていう人も多分おるやろうけど、ワイワイ行くな確実に。まあ、また福島でスノーボードしたいし、まあしてきたしね、すでにゴーフォーイット。おしゃれだからあれ使いこなすんじゃない？ねえ。撮影してるライフスタイルの正しと太郎さんもそうやし、ふうたもそうやし、平さんも頑張ってやってるし助けたいっていうか手伝いたいな、あれは手伝いたいっていうか普通に楽しいから行くな。こうみんなでまた僕にとってのスノーボードとは、まあスノーボードとは、スノーボードはね、スノーボードとは、スノーボードは僕にとって、まあスノーボードスノーボードとは、
You ever be afraid of me?